こんにちはみなさん。そしてテチベットディスウェイへようこそ。こちらは、チベットテレビのテンジン・ラッフェルと申します。チベット、ダライラーマ方法、そして、市中に関する1週間のニュースをお送りします。それで、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラーマ方法、EU をさ賛、地域平和への貢献ダライラーマ方法が、法は会議で議長役も、伝統的なカルムイ国立競技大会を開催。 ダライラーマー方法に捧げるチベット人死亡のニュースは浮上死因は中国当局による拷問世界報道自由で軍ジンバシとチベット人ジャーナリストを忍ぶルビオ上院議員とリヒ上院議員が米国政府を称賛中国による不当な対チベット表現の削除出席大臣がチベット人入植時ロックダウンの延長要請 インド人事で急増するコロナ抑止対策 G7 外相共同声明でチベットへの懸念表明日本のゴールデンウィークオンラインでチベットファスティバルジャパン開催チベットは占領国で少数民族ではないマイケル・ファン・ワールドチベットブリーフ27名20オンタリオ州カナダチベット協会出席大臣に敬意表明 ダラライラマ方法はヨーロッパにおける平和の基礎である欧州連合の精神を称賛されました5月11日火曜日ワシラーフ・ハベルヨーロッパ対話2021年でチェコのユーチューバーカレル氏によるインタビューでダライラマ方法は輪廻転生や人生において苦難に直面して得られた教訓そして欧州連合の重要性に関するダライラマ方法の見解について質問を受けました Uh, since then no longer any killing among the member of european union now uh, the spirit of european union and should uh, spread to africa latin america and arab countries some kind of union that's the best way ガレン for peace 今月初旬、ダライラマ方法は一連のオンライン会議と協議を行われました。5月12日水曜日、ロシアの神経学者による瞑想の科学的研究に関する会議で、ダライラマ方法は特段の臨床事例について、より一層の調査、研究を推進させる必要性について述べられました。ロシアの科学者らは、 熟練した瞑想者が死亡し臨床的な死後も体にかすかな意識が残った際に時折起こる現象である特クに関する研究プロジェクトを立ち上げましたロシアの科学者らは南インドのチベット人入植地に研究所を設置し瞑想中の僧侶104名を検査しました 5月3日月曜日台湾において中国人と台湾人の仏教徒により模様をされた世界平和を祈る大規模な式典で般若神経の教えを受けられました5月上旬に開催された伝統的なカルム国立競技大会はダライラマ方法へ国際的感謝イヤーと中央仏教僧院ゲデンシルチョコリンの創設 25周年をテーマとして奉納をされましたまだ大会はロシア連邦カルムイ共和国ケチェネロフスキー地区ヤルゲネンスキー村で開催されました首相によりますと2019年に伝統的なチベットの韓地方シャーロンボに泣中しタジエマッチで強制的な政治的再教育キャンペーンへの参加を拒否したことで交流されたチベット人男性が 中国の警察に合流中にオーダーダされたた後死亡しましま当時36歳前後だったノルサン氏は他数名のチベット人と共に過敏な中国共産党による要求に先立ち市民による騒乱や暴動の脅威を鎮圧する目的であって地元当局により実施された愛国教育もしくは大規模な政治的再教育憲兵に参加することを 容疑なくされてました中国によるオンラインコミュニケーションの高度な規制によりノルサン氏の死亡は今までチベット国外で知らされないままです。チベットの情報をシェしたとして中国当局により交留された拷問を受けて死亡したクンチョウジンバ氏に加えて中国当局により収監されたチベット人市民ジャーナリストのゴベイサンクンジョチョウェベルソウモダワそして ロプサンジャンア氏を政涯報道自由デーに開校しました c g a ジャネーブ大王部事務所はジャーナリスト、誌面ジャーナリストそしてメディアアシスタントの訴追を含む中国による報道の自由に対する深刻な侵害行為に対して深い懸念を表明しましたそして国際社会に中国に対して報道の自由を保障し保護するように求めるとともに その状況を監視し報告するよう国連独立国連人権高等弁務官事務所そして意見および表現の自由分野を含む特別報告者に要請しましたチベットに関する米国国務省の年次人権報告書においてもはやチベットについて根拠もなく中国の一部として認めていません。チベット政策支援法の元の元者で 共同スポンサーのマルコル・ビオとパトリック・リーヒ上院議員らはアントニー・ブリンケン国務長官にチベットと中国に関係する米国政策に関して根拠のない表現を年次人権報告者から除去したことについて所賛する所管を送付しましたロプサン宣言出席大臣は去年10月の会談で当時の特別調整官 ロバート・デストローと、特にこの問題について議論しました。この歓迎すべき変更は、CJ ワシントン DC 代表部事務所、チベット支援団体、そしてその他の高校人による移管したキャンペーンによるものです。ロプサン・センギ出席大臣は、インドの新型コロナウイルス感染事例が急速に増加していることに関して、5月10日から16日にかけて、インド全地のチベット人、 入職地を完全にロックダウンするようししました5月6日木曜日に行われた記者会見で出席大臣は全ての人々がワクチン接種を可能となるまで新型コロナウイルスの状況に対抗するため集団的に調整する努力を断続することについて述べましたまだ市恵が既に支出した600ラークルーピー約9000万円 に追加して、インド全地のチベット人入植地での新型コロナウイルス感染対策と協調のために割り立てを受け、分配された。100ラークル p 約1500万円の追加予算を発表しました。g7。収容7か国の外相介護は中国に関する。満24005の共同声明でチベットにおける中国による。 人間侵害を非難しましまた。2021年5月3日から5日までロンドンで開催され英国が主催した会合で2年ぶりとなる対面による G7 外相会合は中国とロシアに関するいくつかの危機的地政学的な問題新型コロナウイルスの世界的流行の拡大企業変動を含む世界的課題を浮き彫りにしました。 この対面による外交は世界の課題に取り組みより良い世界を創出するため世界をリードする民主主義の働きかけを強化する上で重要なアルミであるとみなされていました。G7 が気候変動人間問題から男女ー導に至るまで幅広く地球規模の小問題について議論する中中国に議論の焦点が集まりました。日本人と 在日チベット人は5月2日から5日までのゴールデンウィーク連休中にチベットハウスジャパンが開催しオンラインで開催された4日間にわたるチベットフェスティバル日本に参加しましたこのフェスティバルの目的はチベットの豊かな文化宗教そして歴史を唱え日本政府と国民支援者や共産企業団体による揺るぎない 支援にに対すする深い感謝の意を表すことにありますまだチベット人と日本人がお互いに豊かな文化を共有する機会を提供し結果として精神的なそして文化的な絆を強めるものですリトアーニア議会チベットグループのオンライン会議でゲストスピーカーとしてマイカル・ワン・ワールド博士はチベットは潜入国でありチベット人は 種数民族ではないと述べました5月10日月曜日のオンライン会議にはバルト小国の国会議員やチベット支援者らが出席しましたマイケル・ワン・ワールド博士はチベット問題に関するプレゼンテーションでチベットの沈黙を破るためにミッキー・ボルジャス氏と挙承したチベットブリーフ27-20について話しましたマイケル・ワン・ワールド博士によりますとこの本において 基本的にチベットの国際的な法的地位と国際社会にとって何を意味するのかそして中国はチベットに対する主権を有しておらずチベットは占領国であるとしてます会議においてザシビン所代表はマイカル・ワン・ワールド博士らの注目すべき調査について推奨しましたまた代表はチベットの法的及び政治的問題に関する マイクルワンワールド博士の波外れたこの書章について開講しましたオンタリオ州カナダチベット協会が出席大臣の対話のない方針と卓越したリーダーシップに感謝しオンラインで出席大臣ありがとうというイベントを開催しました式典にはムードープツリン代表オンタリオ州カナダチベット協会のメンバーチベット NGO 団体の代表らが参加したほかカナダの 議会議員らが出席大臣への白紙と幸せを祈るビデオメッセージを送りました。まだ何人かの著名なカナダ会員議員を特集した特別ビデオメッセージが伝えられ、式典は特別なものとなりました。スイチエのロブサンセン議大臣は、私の奉仕と貢献はすべてチベット人やチベット問題に対する願望、そしてダライラーマ方法の願いを実現するという長年、 いただいてきた夢にのみ借り立てられたのだと述べましたそれで今週のニュースは以上ですご視聴いただきましてどうもありがとうございました